じゃあ、どうも、アクションの高野ちょっと、怖いです。はい、ということで皆さん、はい、ディズニーシーで1時間で何円も食べれるか。いや、すごい素晴らしいよ。素晴らしい、値段知ってるから。そうなんですよね。皆さん、昨日ね、トライアスロン行ったと思うんですけど、まあ今ね、夜の7時です。はい、で、これから1時間、ディズニーシーの中で何円も食べれるかを。今はですね、中華屋さん、なんか画像出てると思うんですけど、名前わかんないです。一通り買いました。はい、まあでも、ここで終わりたくないので、もちろん、はい、値段は相当いくと思うので、過去最高金額を狙っていく勢いを持ってます。ということでね、早速やっていこうと思います。それでは、いきます。はい、それでは、早速やっていきたいと思います。いや、スタート。いただきます。いただきます。はい、じゃあ、焼きそばいただきます。うまいやつ。私はこのチャーハンをいただくよ。シンプル、ザ・シンプルチャーハン。僕は麻婆豆腐いかせてます。グーフに入ってるし、やばいですね。スパイシー。これね、ディズニーってちょっと値段高いじゃないですか、フードは。こういう時しかできません、こうやってね、2つ掛け合わせて食べるのは。これですね、絶対うまい。これこれ基本だいたい税込み1000円ぐらいします。これショウちゃんのためのタリーマン。あ、俺のために買ってくれた。あ、これショウちゃんのため、自分の担当カラーだから。ここまで俺のカラーに寄ってる食べ物を久々に見た。初めてだね。いただきます。中身何なの。普通の肉。中身受付のおばちゃん。ビーフ。めっちゃうまい。肉まんがね。あ、でもなんか中華まんっぽいけど、ちょっとなんか早っ。食べてる。あ、うまっ。唐揚げいただきます。唐揚げも食べてる。ブーリンじゃん。よし、食べた。春もちちゃん。すごいよ。まず見て、とりあえずトライアスロン撮ったじゃん。今トライアスロン撮って、サムネみたいなの撮って4時間車。乗り物乗ってないし、なんなら並んだら食べ物だと。飲食店しか並んでない。まあでも一応ちょっとそばにはあるんですけど、カスカスでも帰るじゃん。まあまあまあ、お土産買いたいな、そばにより。なんならアトラクションってさ、乗り尽くしたって感じじゃん。新しいの以外ジンジンジョーズは乗れませんでしたけど、ちゃんと今日も休園でした。工事だったら4日間ぐらい。ここまで来ると何が悪いか分かんないよね。俺が悪いのか、ディズニーが悪いのか、お前が悪いのか。なんで俺とハヤトほぼ一緒だったし。ずっとマリオ&ルイージ。みんな見てくれ、ずっと変な台で同じベンチ座って、すごい顔しながらチキン。ディズニーの顔じゃねえんだよ、俺なんか。マジで、ね、やばい、やばいやばいしかない。それを店の前でやるからさ。めちゃくちゃ並んでる人の前で俺が。やばい。去るとこなさすぎて。あれは昨日食べて、だいぶ食わないでしょ。あ、うまっ。うまいよね。めっちゃ黒酢だね。食べてみよう。ちょっと闇っていうか、魔法かってか。魔法がね、魔法が来るかもしれない。ハリーポッターだ。もう協力すぎんだよな。そこじゃねえんだよ、ね、ディズニーじゃねえから、あれ。でかやっては、やってさ、歩く人に、はわっ、たまらん。とりあえずどうなんの。死んじゃう。死んじゃう。どうしよう、もうさ、中華系とか、そういうなのが。まあ、100% 餃子だったら食えねえ。食えない。甘いのなく。ちょっとつまんでいいじゃん、これ。マンゴープリンか。マンゴープリン。人間どうする。何書いてあるの。展開にちゃんとハマった呪術廻戦ですね。見始めた、見始めちゃった。それ全部見た。この間まで進撃あったの。普通に早いな。この店で今日一注文して、今日一早く出るやつね。最高の曲。でも25分かかったんです。とりあえずはい、そうね、終わり。おやつ、そうした。よっしゃ。ちょっとあれか、ちょっと場所をね、見つけてから移動しようと思います。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、というわけで皆さん、いや残り時間を教えな。残り時間を14分残り14分残り14分です。はい、僕らがなんか、タピオカ。お前、おい、編集者殺しするな、お前。いいぞ。もうなんだかわかんないもん。これわかりやすいよ。だってコーラ L、 私はコーラ L です。
全員一つロールケーキで、翔ちゃんがタコス。死ぬほど食ったのに、よう食えた。1個しか食べてない。そうでした。これ期間限定らしいです。ライチやろ、ライチ。あえ、そんなあからさまな反応ある？あマジこうなる。打ち取ってるじゃん。まずくないよね。うまいよね。どこ置くに来るんだ。笑ってる場合じゃないです。十分そうだったわ。先にロールケーキいただいちゃいますよ。こいつっと結構いいんですか。めちゃくちゃうまい。うまっ。映画館だよ。めっちゃ上手じゃない？うまっ。3人で2万円ぐらい食ってるよ。贅沢がすぎるわ。2万円食っても大したら種類じゃないじゃん。パーク内で本当に一部分にすぎないじゃん。全部制覇してるじゃん。えぐいよ。10万近くってんじゃん。もっと出ない。限定とかはね、一気に出るからな。はい、おい、だった。いや、うん。でもいいのよ、いいの。怖いじゃない。こっち負けた。いけるよ。赤いです。終わり。はい、終了。残り1分15秒。あ、ちょうどいいね。ちょうどいいです。お疲れ様です。お疲れ様でした。じゃあ値段発表しますね。このキャパのね、これはやっぱディズニーってやっぱ魔法かかってたね。それでは、アキデンが1時間でディズニーで食べた合計金額は、はい、じゃじゃん、12,710円です。はい、すごいよ。やばい。え、4,000円ぐらい食ってるの、1人。うん、そう、シーズン一番最初のお店で9,700円食べてるんで、余裕で1万円か5万円になります。やばっ。だからディズニーって割と1人で1万円かいける説ある。ひどい。それきついか。いや、新しい企画を考えたら。はい、というわけでね、2日連続ディズニー企画でした。結構あるでしょ。バイバイってやった瞬間、ハヤテが何それ。何その展開。明日からまた平凡な日々の始まりです。はい、まあ、明日も皆さんも頑張りましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。バイバイ。何やらしてんだよ。本日もご視聴ありがとうございました。ということで、本日最後のディズニー動画1時間の大食い企画でした。このお店はね、以前企画で僕も行ったことがあって、ね、すごく美味しいので、ぜひ皆さん気になった方はね、食べに行ってみてください。ということで、次回のオキシネターズは、しゃべよで大食いバトル。一人何人前食べれるか勝負してきました。お楽しみに。